7人制ラグビーの大黒田夢です。新型コロナウイルスの影響で東京オリンピックが1年延期となってしまいましたが、自分の課題を見つめ直す期間としてとてもポジティブに過ごしています。来年の東京オリンピックでは活躍した姿を皆さんにお見せできるように頑張ってまいりますので、引き続き応援よろしくお願いします。こんにちは。いつも応援ありがとうございます。アルソック所属ウェイトリフティング部の松本奈美香です。東京オリンピックは来年延期となってしまいましたが、私の目標は変わらず、東京オリンピック出場に向けてコツコツトレーニングに励んでおります。コロナ収束にはまだまだ時間がかかると言われています。一緒に辛抱強くこの困難を乗り越えていきましょう。ありがとうございました。皆さんこんにちは。車椅子ラグビーの羽賀正幸です。残念ながら東京オリンピックパラリンピック延期になってしまいましたが、皆さんに直にパラリンピックの魅力、車椅子ラグビーの魅力をお伝えするために、東京パラリンピックの開催を信じて今できることを頑張っています。やさシティ松戸、皆さんができる範囲の思いやりを持って前に進むことでこの状況良くなると思います。皆さんで前を向いていきましょう。松戸市民の皆様、シッティングバレーボール強化指定選手の加藤正彦です。3度目となるパラリンピック出場を目指して日々練習に励んできましたが、新型コロナウイルスの影響で大会が1年延期となり、さらには練習ができない環境に気持ちが焦り、普段何気なくできていた生活やスポーツができない辛さを身に染みて分かりました。千葉県でプレーできる喜びをエネルギーに変えて、新型コロナウイルスで落ち込んだ気持ちをスポーツを通じて一掃できればと考えます。みんなで気持ち一つに今を乗り切りましょう。そして本番応援をよろしくお願いします。